大江山に戻ると全てが変わっていた。四天童子が人間などに負けるわけがない。今まで私に勝てる妖怪など一匹もいなかったが、大江山の鬼王は私よりもはるかに強かった。今まで何度もあいつに挑戦してきたが、負けてばかりだった。納得がいかず、この前もまた戦いを挑んだ。奴は一勝して私を座らせ、酒に付き合わせた。親友はお互い切磋琢磨していければそれで十分だ。お前が親友だと言った覚えはないぞ。奴は笑い、手に握っていたものを私に投げてよこした。まあまあ、また戦いたくなったらこの鈴を鳴らして俺様のところに来ればいい。私は心に誓った。こいつは絶対に死なせないって。